はい、始まりました、いちいチャンネル。今日もね、すごい天気がいいです。なんか冬の空っていいですよねなんかもう何を言い出してるんだっていうような感じなんですけど、寒いのはすごい苦手になりましたね。なんか誕生月は12月で、12月ってすごいいいなっていうふうに思ってたんですけど、でもなんかこう実際に年を重ねてみて、まあ、いろんな人生を経験してみて、まあ、今のライフスタイルでというか、やっぱりね、夏とか暖かい季節がいいですね。やっぱりなんかこうちょっと外に行きたくなるというか、まあ、まだまだね、ちょっと予断を許さない時もまだありますけど、まあ、でもあれですね、ちょっとこう暖かくなったらちょっとまたこう外行ったりとかアウトドアしたりとかしたいなっていう風に思う今日この頃な、まあ、1チャンネルの始まりなんですけれども、なんかね、あの前回はあの子育てってどうやってるのみたいなお話をねさせていただきましたよね。その子育てとなんかお仕事 の、 その両立ってなんかどうされてるんですかとかっていう、結構おしあの質問がね、あのこれまで結構数多くいただいていたので、まあ、そんななんかこう私なりの子育ての方法というか、あの考え方をお伝えをさせていただいたんですけど、まあ、なんか、まあ、その延長線じゃないですけど、自分の中で、私の中でなんかこう大切にしていることというか、まあ、心がけていること、まあ、それがこう全部こう完璧じゃなくても、なんかちょっとした時に、なんかこういうことをしてみたら自分の中で、あ、気持ちよかったなとか、なんかそういうようなことをね、ちょっと今回お話ができたらなっていうふうに思います。やっぱりね、もう毎日本当にこう24時間なんかこういろんなことをこう考えているし、まあ、もちろんそれがもう、まあ、ほとんどもう結構こう子育てがメインのことでもあるんですけど、まあ、なんかこう自分のことは二の次というか、まあ、もちろんその自分の人生のことももちろんこう考える時間っていうのももちろん作っていますし、やっぱ必要ではあるんだけれども、ただやっぱりね、本当24時間ってやっぱ時間って限られているので、その中でこう何ができるかなっていうのをこうワクワクしながらこう考えている中で、やっぱり自分のやっぱり心の置き場所というか、ちょっとしたこう落ち着ける時間っていうのを、まあ、作るように心がけています。だ、それがこう心がけてるっていうことになるんですけど、まあ、例えば今本当にこの時間ですよね。今ねちょっとこう回している時間が午前中なので、で前回もやっぱ午前中だったんですけど、やっぱりね午前中っていうのがやっぱ一番自分の中のこうパフォーマンスが上がるといいますか、まあ、どれだけ朝早く起きれて目が覚めて、で、まあ、ストレッチをして、で、まあ、朝のなんかこうちょっとこう静寂さにこう包まれる中で、なんかこう自分の中でこう気持ちいいところを見つけて、で朝日と同時に今日の一日始まるっていう中でこう気持ちがピーンっていう風になるんですよね。であとはこう朝のこう窓拭きとかも結構ね、これまでずっとこう億劫だなっていう風に実はこう感じていたお掃除だったり身の回りのことだったり、なんかそこもいつぐらいかな、まあ、去年の秋ぐらいですかね、まあ、ちょっと身の回りのことをこう考えるようになったりとかした時に、ちょっと煮詰まった時に、まあ、料理もそうなんですけど、やっぱり何か無心になれることってすごく必要だなと思っていて、で料理作ってる時とかも、まあ、もちろん無心になれるし、適度なリラックス効果だったり、まあ、ちょっと時に疲れてる時にはあ、億劫だなって正直思う時もあるんだけど、やっぱ何か無心になれることをお家の中で探してみようって思ったら、なんかねお掃除だったんですよ。で身の回りのお掃除をなんかこうしてみて、で1日なんかどこか1箇所結構入念に、例えば拭き掃除とか、まあ、それこそ雑巾でね、なんかこう拭き拭きとかってしてみたら、なんかあれこれって気持ちいいなっていう風に、どこからかなんかちょっとこう切り替えが変わったんですよ、気持ちの切り替えが。なのでなんかその掃除、まあ、本当にこう窓を拭いたりとか、本当床をね、掃き掃除して、でその後にちょっとこう雑巾がけしてみたりとかすることによって、なんか今住んでいる、なんか今この場所が私にとってとっても心地いい場所なんだなっていう風に、なんか改めてなんかこう気づけた時に、やっぱりなんかこう今の
このライフスタイルというか、この心地よさをやっぱり継続して守っていきたいって言ったら結構こうすごくがっちりしちゃうかなまあでもなんかこうお母さんなので、まあ、自分だけの人生ではないというかっていう部分もあるので、なんか今あるその空間のをすごくなんかこう大切にしていけたら、なんかもっとなんか新しいものも入ってくるんじゃないのかなっていうなんか気持ちの中で、なんかそこはねやり続けていて、でそれがなんか自然とこう毎日のこうストレッチのように習慣づいてきてくれたことによって、なんか気持ちよく迎えられるんですよね、その一日が。まあでもなかなかね、なんかやっぱりこういろんなこうサイクルの中で、まあ、正直難しい時もあります、まあ、だからそんな時にその心のなんかこう置き場所、その少しでもこう落ち着けるなんか時間をなんかこうできたら作れたら、なんかそれが一番いいかなっていうふうに思っていて、例えばそれがこう、まあ、本当に掃除だけじゃなくって、あの香り物とか、そう用意してきたんですけど、例えばちょっとこういうその精油とかさ、見えますか、よいしょ。私ねこういうの本当わかんないんだよね。あ、映った、あでもダメだ、これ人物になってる。あ、できたなんかちょっとこうインスタグラマーさんだっけ、なんかこう YouTuber さんみたいな感じになってますけど、はい、とかやっぱ精油とか、やっぱこういう香りのもので癒されたりとかするんですよ。こうやってやって開けて、はあ気持ちいいとか、やっぱね気圧だったりとか、それこそホルモンのバランスっていうところで随分と香り物には助けてもらってます。こういった香り物でしょ。で、あとはまあ本当今だと乾燥するので、このさあまたこう出すけど、ハンドローションとかでやっぱこう乾燥をちょっとこうケアしたりとかをし、であとはね好きななんか作家さんとか、なんか好きだな、素敵だなっていう風に思えた本っていうのは、なんかずっとまた繰り返し読み返したりとかするんですけど、でその中で私のお気に入りの一冊を紹介します。ちょっとシミとかついてるんだけどはい、こちらですね、小島聖さんの本なんですけど、野生のベリージャムっていうお話ですね。こちらはなんかエッセイになるのかな。小島聖さんが登山がねとても好きみたいなんですよ。それで数々のその山をずっとこう登って来られてきているお話なんですね。なので私もなんか本当に登山って、そこまでその本格的な登山っていうのは全然全く未経験なんですけど、ちょっとこうね時間があったりとか、あとその季節的に、あこの気候気持ちいいなっていう時には、まあ、ハイキング程度に体を動かしたりとかして、1000メートルくらい の山をこう登りに行ったりというか、それこそ本当ハイキングですよね、しに行ったりとかするのがすごく好きなんですね。なのでこのベリージャムをね読んでいると、まるでこう自分も一緒になんか旅をしているような感覚になります。あとはなんかこうお家にいながらでも、その風景とか香りとかがこの一冊には詰まっていて、でその開くページ一つ一つに、その旅先で出会ったなんか食事だったりとか、あとはそのバックパックで旅をされてるんですけど、そのバックパックの中の食事のその内容というか、もうなんかね音が聞こえてくるんですよね。ジュワーとかジューとか、あとなんかサクサクとか、あとはザクザクっていう風になんかこう山をこうやって踏みしめて歩いているなんか音とかね、あとは香り、そこの場所には行ったことないけれども、なんかその情景がこう本当に目に浮かぶし、頭の中にこうふわってこう入ってくるので、一緒にこうね旅をしているような感覚なので、とっても何回も読み返しています。そして時折写真がね出てくるんです。ちょっとこう写真
多分出しちゃいけないのかな、わかんないけど、なので数々の山、ネパールの山とか、そうするとね、ネパールのね、なんかあこれ食べたいなとかっていう風になるんですよ。で、まあ都内だったりとか、ほんとこう日本の各地でなんかこういうネパール料理屋さんあるかなとか、いろんな料理屋さんあるかなとかっていうのをちょっとこう参考にもできたりもするし、あの綴っているなんか言葉がとても美しいので、なんか読んでいて浄化もされるし、なんかリフレッシュできるので、本当にお気に入りの一冊になります。ということで、あの私のリラックス方法といいますか、まあ、毎日のこの育児だったりとか お仕事だったりとか、なんかこう過ごしていく中でリラックスできるもの、その大切にしていること、心の置き場所とか、例えばその落ち着ける時間を作るっていうので、私のおすすめもご紹介しました。ということでですね、あのまたどこかでですね、いろいろとおすすめだったりとか、まだまだね、ちょっとこう YouTube が慣れないもので手探り状態なんですけど、いろいろとこうしてみたらいいよ、ああしてみたらいいよとかっていうのは、ぜひぜひあのコメント欄にいただければなっていうふうに思います。あとはなんかこう人生相談みたいな部分もね、あの私その最多の方でウェブマガジンですね、最多の方で連載もしていますので、ぜひぜひあの最多の方もチェックしてみてください。ということで、ではでは。